最近はスーパーへ行っても、Expensive. 旅行へ行っても、Expensive. 電気をつけても、Expensive. 高い。今現在私の住むラスベガスでの生活費はどのくらいなのでしょうか。自分たちの実際の生活費も交えながらリポートしていくので、どうぞ最後までご覧ください。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。生活費の前にラスベガスの収入中央値について見てみましょう。2年前の統計なのですが、2021年の国勢調査によると、ラスベガスの収入中央値は $61,356 だそうで、この額は税金を引かれる前の額です。生活費パート1、住居費です。ラスベガスの住居費はどのくらいなのでしょうか。 OK。 これは日本でも同様ですが、人それぞれのライフスタイルによってガラッと額も変わってくるので、今回は激安や激高にあまり左右されない中央値を見ていきたいと思います。 OK? OK?Okay. Yeah. まずはレントから家賃です。ゼローという大手不動産検索サイトによると、ラスベガスのレントの中央値は$2,125。この数字は一軒建てだとかアパートだとかスチューディオだとかいろいろ含めた額のレントの中央値。アパートのレントの中央値は$1,375でした。家を購入するとなるとどのくらいになるのでしょうか。ラスベガスの不動産マーケットは2022年の6月、中央値$434,000になり、それをピークに少しずつ下がってきたものの、今現在は$395,000が中央値になっています。もちろん不動産が強烈に高いサンフランシスコとかニューヨークに比べると、まだまだ大丈夫じゃんって思うかもしれないんですが、私たちが家を買った2010年くらいの当時は、中央値が確か$2,000もいってなかったと思います。そう考えてみると、ラスベガスの不動産も高騰したことがよくわかりますね。その他にも住んでいるコミュニティによっては HOA という管理組合に支払うお金も出てきます。我が家の場合は2つの HOA に支払う義務があって、月単位で言うと$70くらいになります。生活費パート2、食費です。食材の値段はもちろん行くスーパーによっても随分違ってきます。ちなみに2人家族の我が家の先月の食費は$384.69でした。2023年の1月から4月の平均を計算した場合、$402.73でした。外食をするとどうしてもお金が吹っ飛んでいくアメリカなので、外食は控えめにしようと心がけています。今回外食を入れた平均を見てみると、$505.45となりました。食費の統計がなかなか見つからなかったのですが、ある記事によると一人暮らしの場合年間$4,000くらい、月平均で一人当たり$333と書いてあったので、二人暮らしの我が家の平均がこれくらいというのはマシな方なのかなという感想です。ラスベガスは食文化も充実した街ですが、外食をしてしまうと一気に食費は上がってしまいます。座って楽しむレストランへ行くとチップは必ず 20% がスタンダード。そういう面も含めて外食は日本よりも高い感じがします。 He just follows me everywhere. ラスベガス生活費パート3、交通費です。ラスベガスは車社会、一応バスも通っていますが、ほとんどの人は車で仕事へ行ったり買い物へ行ったりします。というわけで、ここでは車にかかる費用をお伝えしたいと思います。車社会の交通費といえばガソリンです。数年前と比べ倍くらいになっています。ちなみに他州と比べてもラスベガスのガソリンの値段は高いと言われています。我が家には車が2台ありますが、私が家にずっといるのでほぼ1台使っているという感じです。その2台の合計した月平均、去年は$128、今年は少しだけ下がって$100くらいに収まっています。アメリカでは毎年レジストレーションといって車両登録の更新をするお金を払わなきゃいけないんですが、古い車であればあるほど大抵値段は下がってきます。我が家の車は結構古いので2台合わせてたった$223でした。新しい車だと平気で$500とか$600とか$700とかすると思います。ラスベガスは車の保険が高いのでも有名です。我が家の場合、去年は2台合わせて$955。車が古いっていうのもあるし、あと1年に1回はいろんな保険会社に電話して見積もってもらったりして、安いところに乗り換えたりしてコストを抑えています。アメリカ生活費パート4、医療費と健康保険です。
アメリカの医療費や健康保険の話をギュッと短縮して話すっていうのはもう不可能だと私は思っているので、あまり深入りした話はしませんし、私自身も理解していない点が多々あるので、自分の経験と自分の持っている保険のみの話をしてみたいと思います。我が家の場合、夫の雇用を通して保険をいただいているのですが、毎月支払う額はゼロです。で、お医者さんに行くたびにコーペイといって自分の負担額を払うような仕組みになっています。例えば風邪をひいたとします。なかなか治らないのでお医者さんに行くとします。保険が OK してくれているファミリードクターに行った場合、私たちのコーペイは20ドルですが、風邪みたいな大したことないことだと、保険会社っていうの、会社なのかな、あれは保険が運用している病院みたいなファシリティがあるんですけど、そこに行くとタダで見てもらったりもできることがあります。で、専門医とかに行くと、例えばがんの先生だとか骨の先生とか、そういう先生に行くと30ドル、自分の負担額が30ドルに上がります。で、あと手術とかになってくると、昔はね、私75ドルとかで手術ができた時代もあったんですが、今は250ドルに上がってて、入院したりする手術になるともう250ドルくらい取られるのかな。でも他は払わなくていいんですね。持っている保険によっては、医療費7000ドルを自分が最初に負担しないと保険会社が払ってくれないとか、そういうプラン、保険プランも多々あるので、これだけは我が家の保険の状態です。運よくこういうラッキーな保険に入れてるなとは思います。それでもお金をたくさん払ってでも、いろんないい先生を選びたいとか、そういうふうな方もいるので、安ければいいっていうわけでもないと思うんですけれど、例えば明日事故になって何百万というお金が飛んでいくとか、そういう心配はしなくていいので、その辺は安心できています。生活費パート5、ユーティリティ、電気代、ガス代、水道代とかです。最近値段が上がったのはスーパーとか、目に見えるものじゃなくて電気とかガス代とか、そういうものもどんどん上がってきているんですけど、これも人それぞれで全然値段が変わってくるので、我が家の固定費を紹介したいと思います。ちなみに今回紹介する平均値は2022年のものなので、例えば電気代とかは今年の夏倍くらいになるんじゃないかと言われています。それではバンバンとご紹介したいと思います。電気代の平均、去年ですよ、平均にすると月平均95ドル76セントでした。ちなみにコロナ前はこれの平均額が60ドルとかいう時もあったんですよ。だから今年はちょっと怖いです。ちなみに我が家は節電してこの値段、ご近所様に聞いたりすると倍とか払ったりされているそうです。ガス代、これも上がってきてますね。去年の平均は47ドル96セントでした。水道代、これがちょっとプールのない家にしては高いんじゃないかなと思ったりもします。野菜とか育ててるとこうなってるんですよね。平均41ドル93セント。夏の野菜作りちょっと気をつけたいと思います。インターネット、これが安くなって50ドルです。これがインターネットの我が家のタワーなんですけど、T モバイルの Wi-Fi インターネットに変えて生涯毎月50ドルということになりました。携帯、これも結構安くて2人で50ドルしか払ってません。彼の両親を入れた4人のファミリープランになっているんですが、おかげで2人でたった50ドルですね。人によっては1人で100ドルくらい払っている人もいるらしいので、我が家はかなり節約できているんじゃないかなと思います。その他にも固定資産税とかの出費もありますが、そこは今回は省かせていただきます。他にも知りたいなっていうのがあったらどうぞコメント欄にお願いします。はい、いかがでしたでしょうか。安かったですか、それとも高かったですか。生活費って個々によって全然違ってくるし、アメリカ、同じアメリカ内でも州ごとによってかなり差が出てくると思います。だから今回紹介した生活費が全てじゃないんですけれども、もし参考になれたら嬉しいです。今回カバーしなかった項目や質問等がありましたら、ぜひコメント欄の方でお願いします。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。
それではまた来週。